機関もマスコミも大わらわになりそうですしね。で、うわぁ、何ですかこの汚い布は。うわ、チンゲ落ちてる。床汚いですね。天使がチンゲ釣ったぞ。おい、別に死にたいってわけじゃないけど、生きてる意味も価値もなんだかよくわかんねえし、というか俺には天使が迎えに来てくれるんだな。思ったより天国行きの判定って甘いのかもしれない。そんなもの現実にいるわけねえのに。あ、遅いじゃないですか。待ちくたびれましたよ。いた。え、本物？本物です。一度お会いしたのに忘れちゃいました。いやいや、お前飽きてたろ。コスプレイヤーな。うちには何もないぞ。渋谷系渋谷。ハロウィン時期なら仲間いっぱいいるから。空き巣が堂々と家主の帰宅待ってるわけありますか。うわっ、本当だ、ふわふわだ。なんてことするんですか。普通出会ったばかりの相手の羽掴みます。普通羽生えてないし分かんない。まったく、これだから人間は。お前何しにうち来たの。それはですね、ひもじくて。ごちそうさまです。お、あなたが知りたいことは、天使の僕の目的が何かということ、そして最も重要な、どうしてあの場に降り立ったのか、どうしてあなたの前だったのかですね。おう。それは、全く思い出せないんですよ。本当、何しに来たの。なんで自分が天使なのかすらも思い出せないんですよ。大丈夫なのこの子。おそらく役職的には大天使、いや四天使ウリエルあたりじゃないかなと思うのですが。随分大きく出たなと。まあ自分が何者かも定かではない。そのような不安定な状態で街中歩き回るわけにもいかず、仕方なしにあなたの家に来たというわけです。のこのこ人前に出てしまうと、信者に追いかけられたり、未確認生物の捕獲だ、実験だと、機関もマスコミも大わらわになりそうですしね。で、うわぁ、何ですかこの汚い布は。うわ、チンゲ落ちてる。床汚いですね。天使がチンゲ釣ったぞ。おい、おう、コウキ、調子はどうや。退院しました。あの、今月もっとシフト入れる。いや、いい、クビやし。え、クビ。マジっすか。マジ。でも、病院の支払いが。あんな事件もあったし、しばらく人手はいらんわ。コウキ、お前には同情するけどな。まあ、わかるやろ。あ、処理大変やってんの。お前もう血の跡がすごくてな。警察も来たけど、お前の方は大丈夫か。コウキ、もしもし、コウキ聞こえてるか。マジか。お前どうした。ずっとあなたの感情がダイレクトに流れ込んでくるんです。もしかしたら僕はそばにいる人間の感情の変化で
羽が抜けてしまうのかもしれません。え、俺のせい？ああ、今かわいそうとか申し訳ないとかそういう負の感情を出しましたね。また抜けましたよ。あの、羽がみそぼらしい風体になる前に試したいことがあるのですが。本当に誰もいませんね。こんなとこ誰も来ねえよ。僕が飛ぶまでしっかり見張っててくださいよ。はいはい。え、試したいこと、飛べるかどうかってこと？ええ。最初僕を見た時神々しく舞い降りて見えたっておっしゃってたじゃないですか。そこまで褒めてないけど。空に近づけば何かしら変化があるのではと思いまして。ダメそうです。羽が抜けたからですかね。ひゃ、この辺も抜けちゃってる。うかつに触らないでくださいよ。特にこの付け根の部分、こそばゆいです。すいません。全然飛べない羽でも大事にしてくださいよ。天使はこれでもかというくらい繊細なはずですから。人んちに不法侵入してきたやつの発言と思えん。大事にしたらあなたに幸せが訪れます。え？幸せになれます。多分。おい。いえ、そうに決まってます。何せ僕は天使なので。